はい、今日は日野さんの新作ブラックホークをご紹介いたします。新しいのない？うん、みんなそれで実験にいろいろ使ってるから。これ何やってる人なの？これ何が？この書類みたいに見てる人。うん、それは一応書類を見てるんだよ。あ、書類見てるの。そうそう、確かそうだったね、うん、なんかね、そう、昔から聞こうと思ったの、それ。これ何、書類見てるの、うん、じゃあその辺はね、ね、この機体にぶつかるとかいろんな制約があってさ、で作る人形もね、腕の形も決まっててさ。こっちは何、あ、武器持ってるわけ。そうそうそう、そんな自分の家に作ってるわけじゃないって、制約があるんだよ。腕の形とかさ、ボディの形で、うん、うわ、羽も綺麗になってんね。いや、この羽結構いい加減に作ったからさ、表面の、表面のなんかザッサザッサ。リンクスの時はさ、もうね、4日ぐらい時間かけて作ったけど、 あれはね、確かに、いや、あのさ、表面なんかね、あの思い入ったとこさ、跡が残んないように作ったけどさ、これはもう適当に作った。これは何、透ける幅、うん、0.5 ミリぐらい、広いぐらいだけ。うん、ほんと綺麗に作ったな。いや、オリーブドライバーで助かるよ。うん、一色の機体って言ったら楽でいいよ。ああ、それはあるかな。そうそう、上手い人が見たらさ、あ、ここが日野さん、これザーザーしているなんて言われちゃう。あれ、鉄兜にいろいろ、え、水筒で何か飲んでんの？そうそうそう。じゃあその辺もね、腕の形とはさ、制限があってね、その、初めからそう思ったわけじゃない、こう部品がいっぱいあってさ、で、どれが一番ここに、ね、合うかどうかで、その時一応決めてるんだな。ああ、いろいろ部品がついてんの。いや、だから腕の形とかいろいろあるでしょ。で、胴体に合う腕とかさ、合わない腕とかいろいろあって、そういう形になってんで、初めからさ、水筒って意図してやったわけじゃないんだよ、それの。みんなそうだよ、本当に。初めからそんな凝って作ってるわけじゃないよ。普通のプラモデルやってさ、人形なんて見たらこんなもんじゃないよ、すごいよ。これは何ですか、これ。K110? そうそうそう、110だよ、みんな。電池は？電池はキヨポンの850 2セル。うん、ヘッドは？ヘッド？あ、ヘッドはこれ全部さ、EP100-200 の例のやつ。それ、 EP100-200 と、あの塗装しただけ。でもスワッシュプレートは違うんで。これは自作のブレードね。そうそうそう。重りは？重りは3グラム。3グラム？そうそう。あ、結構入れてんだね。はい、どうも。形、肩はあまり作ってない。これはセンチュリーの昔の2枚ローターヘリのスワッシュプレートで、これがあの、あとは全部 EP100-200。 これがヘッドもスワッシュドライバー。そうそうそう。これがエレベーターサーボになってるわけですね。はい、どうも。あ、これはモーターがさ、 KV は KV2400。 何グラム？33グラム。あ、そんな軽いの。軽い軽い。で、これ何て書いてある？これメーカーなんだよね、確か。僕ちょっとメガ、それよく見えない。レイチスター。ここがあれよ、あのタロンの15。え？タロン15、タロン。あ、何 ESC？ ESC。タロンの15？そうだよ。
え、メインが？メイン、そう、メインが頼んで十分、十分で10アンペアも流れないの。あ、うん。そうそうそう。で、あれは、あ、して、テールモーターがさ、あの、あれ、あれ、なんだっけ、EMAX の、1306。あ、1306。あ、知ってんだ、4000回転。はい。あ、わかりました。そういうことです。自分で作ってるわけ？ヒンジを作って4枚プロペラをそう1枚1枚さ合成してるの。そう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 だよ。よくやるね。だからさ同じサイズであればさそっちが全然軽いからね。本当はそういうふうにやりたいんだけどないからしょうがないからって言うんだよ。はい、もう一回裏返して。コネクト。それでやるのが大変。ネジ止めるんだ。え、バッテリーは 何アンペア ?7.4 ボルトで850。ちょっと こっちへ行きたい、ね、こっちへ行きたい、ね、はい、ハルマの80枚。無負荷の回転数、ヘッド回転数が3300で、重量が、全微重量が410。それぐらいか。で、ピニオンがね、0.5 モジュールでさ、確か15枚と教育歯車の80枚でさ、2400とか多分3300とかそれぐらい、うん、まあまあいいですよ。待って待って、引っ込んでる。
いいじゃん。いい独自軍比べたらさ、普段のやつでいいよ。塗装間違っちゃったの。塗装が悪い、これ。そう。専門家見たら違うんだね。よく見るとね、ざらつきがあるんで。吹き方も違う。エンジンのやつ？違う違う。こう全体の塗装。あ、全体の塗装。見せたの？うん。前、組み込む前ね。ラジコンにするって言ったの？あ、それ知ってるの、こう。まあそこも狭いからさ、もうちょっとこんなもん作ったってしょうがないじゃないの。どうせ見えないんだから。これワイヤーが？さあ少しアップしてるよね。細いですよ、なんか。本当。うん、そうしよう、そうそうだよ。あ、そしてね、このエンジンはね、うん、あのキティホークのブラックホークってあるんだよ。うん、1万6000するやつ、うん。僕それ買ったんだよ。そのエンジンって、そう、そのこのエンジンの、エンジンはそのエンジン使ってる。プラモデルってこと？そのためにあのキティホークのブラックホーク1万6000買ったんだけど。え、じゃあこのアカデミーのじゃなくて、アカデミーのプラスエンジンはキティホークのエンジンだ。これ好き。嘘だよ、嘘。あのね、キティホークはキティホークで買ったんだよ。でも、向こうのエンジンの方がね、細かいとこ再現してるから、こういうふうに使ったって。